はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドのお時間にお付き合いいただいております。今日はちょっと変わったテイストで お届けしておりますけどね。今日も知らない飲み動画をお付き合いいただいているスピーさんです。お疲れ様です。今日はあのお仲間さんたくさんどうしますか、P さん。盛り上がってますね。飲んでる？なんでスーパードライ瓶で瓶で行ったの？もう瓶で瓶で行っちゃってます。瓶でラッパ飲みしておりますけど。はい。いや今日盛り上がっちゃいましたね、P さん。どうですか？思いのほか、本当にお仲間さんが、はい、温かい。いや、だから。この俺のこのなんだろう、なんていうんですかね、うん、コミュニケーション障害者、うん、そうね、コミュ障なとこあるからね、うん、を本当に受け入れてくれた受け入れてくれた。そう、受け入れてくれた。稲田さんも受け入れてくれた。みんなで、ね、鈴木さんも受け入れてくれた。あったかく本当ね、もうありがたいです。本当そうだよね、P さん。実はね、コミュニケーションにちょっと問題があってね。そうなんだ。障害者だ。人見知りが激しいんだ。そうだ、ね、今日 でどうでした、今日居酒屋飲みって。ちょっとね、うちもやったことないんだけど、これね、またちょっとまあ数ヶ月後、数年後かに、はいはいはい、またやってみたい。いや、あのこの飲みはさ、はい、定期的に報告会みたいな形でさ、うん、すげえラッパ飲みしてるんだ。だってグラスないんだもん。こういうのやってみたいよね、うん、でやっぱりあのいずれは大忘年会みたいなのがさ、プリンスホテル、プリンスホテル鳳凰の場100人ぐらい集めて、あのカッサン、ちょっとあのカッサン、すいません、ノーギャラでノーギャラでパフォーマンスをみたいな。いや、それはさ、それはダメだ。いや、ちょっとプロにこんな失礼なことを言うのはなんですよ。カッサンはプロだからお足代ぐらいで、そうお足代で宿代ぐらいで俺出すから俺出すからカッサン、ギャラPさんから出ます。俺出しますか。じゃあ来年の忘年会は、新横浜のプリンスホテルで。違う、新横じゃない、品川プリンスホテル。はい、あの芸能人が結婚記者会見やるような。その通り、はい、やりたいね。でも今日の宴会がさ、はい、本当にこれが10倍ぐらいの、はい、規模になると、なんかない、なんかない。もう10倍になるとね、そう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 、ちょっととんでもない話ね、いけそうな気するんですけど、はい。なんか、いや、違うよ、楽しくない？なんか、この、今日待ち合わせしててもちょっとドキドキしたんだけど、実を言うと、昨日ね、これ、ほら、動画撮ったじゃないですか、その後、飲み行っちゃったでしょ。はいはい、あ、そうだよ、明日に備えて早く終わろうって言って、この男飲み行ってるんですよ、その後。うちの動画終わった後、飲み行って、おいおい、何やってんだと。何のために早く終わったんだと。で、今日ほら、昼間ね、娘のことで、はいはい、忙しく動いてて、どうしようかなと思って。なんで、どうしようかなってどういうことだよ。ドタキャン。ふざけんなよ。いやでも本当、本当ね、面白いね、すごいね、うん、いいです。でも実際に、はい、あのお知り合いになれない人と飲んでるわけですよ。だって岡山って、そうね、だってまあ言ったらな、あのキャンプバーズの小林くんなんか遊び来てくれてくれて、大阪とかね、はい、もう本当もう群馬とか、うん、最近ね、いやー遠かったな、八王子から来ましたなんて言われても、あ、もう近くですね。ちょっと感覚が麻痺し始めてる。いや、だからさっきね、もう稲田さん、川崎なんかもうすぐそこじゃんと思ってたね、俺。さっきちょっと話したんですけど、もしワイズファクトリーが戸塚区にあったなら、はいはいはい、俺行かないよって言ったの。いや、そらそうでしょ。俺は行かない。だって遠いじゃん。だからレンさんとかだってね、いよいよ環状2号線で20分ぐらいで来んだよなんて言うけど、20分ですよ。ねえ、バイクで。押して行けないじゃん。俺は行かない。バイク屋の基準って押して行ける場所なんだよね。俺は基準として。俺は歩って5分。ね。
え、それ、いや、それで10年よ。いやいやいや、違う違う違う、もうここ数年バイクで付き合ってねえわ。俺の飲みしか付き合ってねえわ。だからさっきさ、向こうで俺何買ったらいいって、おー、頑張って言ってもらえる。なんか乗りたいことがある？ないない、ね、本当はね、ゴールドウィングは欲しいんだけど、ホンダ車お断りお断りしたいけど違うね、うちの店入らねえんだよ、ゴールドウィングが。いや、やっぱりメンテはほら、母さんのところで 100% ってなると、じゃあ鈴木車、鈴木なの。何がいいかね、これね。だなぁ、もう早草さんは一回見てるしね。早草さんはね、なんだろう、もういいや、あのでかい、まあ、ピザの中だったらイントルーダーとかさ、でかいのとか、そうですね、なんだっけ、鈴木のでっかいでっかいのとかあんじゃん。ああ、なんだっけ、なんそれ。なんで鈴木の話でちょっと酔いすぎて鈴木の車種が出てこないという。V ストロームとか。V ストはイメージじゃないな。違うな。もうちょっとこうアメリカンっぽい方がいいんじゃないかな。ブルーバード。V マックス。あ、V マックス。V マックス山田じゃん。あ、ブルーバード、ブルーバード。ブルーバード。うん、ブルーバードとかかっこよくない？でもうちのリフトで上がんないよあれ。そういう弊害があるわけでしょ。そういう弊害がある。じゃあ、だからピザ何席座るの？125。あ、俺ね、これちょっと考えたの。意外と好きでしょ。好き。うん、意外と好き。か、か、なんだっけ、なんちゃってライガーさんがあった、そう、あの JSX の200である、うん、あれはいいぞ、あれマジでいいぞ、うん、で、うん、あの色、うん、あれ綺麗、本当、うん、ね、またかった感じがね、うん、こ、あ、鈴木、あ、なるほどって狙いが分かるんだよ、ポジションと、うん、ラストオーダーでーす、いかがでしょう。大丈夫でーす。これ、あれ何、尺どうなってんのこれ、うん、ピーさん、まあ大丈夫でしょ。え、待って、あ、意外と長いね。あと1分20秒。あー、本当に。え、じゃあ何か、あのラスト、飲み物ラストオーダーなんで、ビールある。ビール大丈夫です。ビールあります。大丈夫です。大丈夫です。ただ、食い物を残しちゃまずいんで。じゃあすいません、フューエルワンも1本ビールかね。アモラン、アモラン、ありがとうございます。もうね、でもね、僕本当はこういうこと言いたくないんです。お姉さんね、クソつまんねえみたいに思ってんの、絶対ね。でしょうね。でしょうね。本当は言いたくないのよ、こういうこと。あれの死ねばいい。カメラを意識した今のね。本当はいつもこんなことはやらないです。飲み物あるか。とは言いつつ、はい、皆さん本当今日は面白かったね。いやー、もう俺はちょっとね、予想外に楽しかったね。ナビ入れちゃいますよね。最初本当ちょっと心配したんですよ。俺が、いや、それもあるし、それもあるんだ。あの P さんのね、コミッション問題もあるんだけど、違う、無理やり誘い出してる感もあるじゃん、俺的には。 P さんをさ、頼むよっつって、うちの仲間さん、 P さん見てみたい人だっているんだぜみたいな。あれ